1時5分から始まりますので、はい、すいません、よろしくお願いします。拍手をお願いしますか。まあ、この場で論文同士同士の間で議論いたします。皆様方からご覧になって左、また私は経済を成長させていく、そしてまた改革を進めていく、こうお約束をいたしました。私が総理に就任して60万人雇用を作りました。再チャレンジ支援策237の施策を進め、1720億円予算をつけ、35万人のフリーターの方々が定職に就かれました。経済は力強く成長しています。では早速、まず自民党の安倍さんからお願いします。我々は財政の再建を行っていく、2011年までにプライマリーバランスを黒字化するという目標を立てています。そこで我々は11兆円から14兆円国地方の歳出の削減を行い、さらに 3% の後半のですね、経済の名目成長を達成していけば、これは可能性が消費税を上げなくても到達できる可能性はあると、こう申し上げています。しかし、経済は生き物だって、そこに到達できないケースもある。仰がなくてもいいというのは安倍さんの立場なのか、このことを聞いたんですけれども。3年後に、いわば憲法改正について、発議をしていくことも含めてですね、憲法改正をいわば私の任期中に政治スケジュールに載せていく、そしてその上において、私たちはすでに自由民主党の案をお示しをしています。この自由民主党の案、これは国民の皆様と共に新しい国の在り方を議論をしていく、私はいわば叩き台にしていただきたいと、こう思っているわけでありますが、広く議論を深めながら、しかし、3分の2の多数を形成しなければ、発議そのものができません。政治は現実でありますから、そのための努力を重ねていく。国庫負担、これは増税前の2003年に比べて